い、ということで皆さんどうもこんにちは、ゆるりです。今回はマインクラフトやっていきましょう。今回は本当はチュートリアル動画を撮ろうと思ってたんですけど、昨日上げた動画で岩盤 vs 嵐の、まあ、勝負をしたと思うんですけど、それを見てがてらね雑談していこうかなと思います。まあ僕もちょっとね動画投稿してから大体1時間ぐらいかな、チラッと見てたんですけど、完全には岩盤ぶっ壊せなかったから僕の勝ちかなって思ってるんですけど、まだ見てません。今撮影時間がちょうど11時ぐらいなんですけど、まだ見てないんでどうなってるかすごく心配です。いや、これ勝ってるかもしれんし負けてるかもしれんし、いや勝ってたら嬉しいな正直。いやー勝ちたいです。僕が王者となりたいんで。なりたくないけどね。今日はもう取り壊しちゃうんで、結果勝ったか負けたかだけ見て雑談して終わろうかなと思います。ということで早速じゃあ行きましょうか。さあ、ということで、着きました。いや、もうちょっとじゃなかった。あれ、ここら辺だったよね。どうなってんのかな？いや、どうなってんのかな？まだ見てないからね、全然。なんかさ、これ毎度恒例かもしれないけどさ、これなんだっけ？ラバーキャストでしたっけ？ラバーキャストができてるね。ただなんか、ボニアさんみたいな、なんか、扉置かれてるわけではないんだね。まあ、もうちょっと下、ちょっと後から見に行こうか。で、ここになんか黒曜石のやつができてて、なんかここもともとそういえばなんかね、チャンク版みたいなものがあったらしくて、まあ、誰かが多分全部ぶっ壊したらしいんですけど、まあ、ここになんかね、いろいろあったみたいです。だからもう、ここのもしかしたらチャンクが入れなくなかもしれない、嵐によって。で、ある意味なんかこの動画ってその YouTube の人にもネタとして提供してたわけだから、なんか YouTuber の人なんかネタにしてくれたのかな。まあ、ゴーストハックスさんぐらいは多分ネタにしてくれたかもしれない。じゃあ本題していきますか。いや、どうなってるかな。いや、心配。あ、なんか文字ができてないね。なんか文字とか作ってほしかったね。今後のリクエスト皆さんお願いします。文字作っててください。文字、ネタにしやすいよりあの文字を作ってくれたら嬉しい。あー、なるほど、こんな感じなんだ。にしても地形がもう大荒れだね。もうここら辺をめっちゃ荒れてるね。すごい荒れてる。もうボコボコやんこれ。ってことでじゃあ本題見に行くか。ってことで誰かいるのかな、まだ。あ、なんか書いてる。あ、ゆるりじろ崩壊リップ岩盤ハウス。ええ、すごい、岩盤もう怖っ。あ、でもまだ残ってるな。ちょっとじゃあちょっとバニッシュ解除しようか。はい、こんにちは、こんにちは。これは勝ちましたね。これは頑張ってる頑張ってる。でもすごい、前見た時なんか上めっちゃ残ってたけど、今まだ岩盤が残ってるってことは、これ俺の勝ちだろ。みんな勝ちました。なんかチャットしてるかな。今 YouTuber って書いてるんだけど、これあのバグです。はい、これは14時ぐらいに更新入るんですけど、まあ、動画上がった頃にはもう入ってます、修正。はい、ということで、ヘルちゃんで送るか。こんにちはって書いても、こんにちは。これは僕の勝ちでいいですかって聞いてみよう。で、なんか、まあちょっとこのチャット送ってる時にちょっと説明するとですね、昨日、まあ、1時間ぐらいは多分見てたんですけど、この人が確か一番最初だったんだよ。1日24時間ではって言われた。今、動画撮影してますって書いてある。1日24時間でやれたんだけど。いやー、マジで。ぬこさんだったんだよね、一番最初に来た人が。いや、すごいね。今もまだずっと頑張ってくれてんだけど、これ。どうしよう。じゃあ見てようかな。これ僕消す手間省けるし。この岩盤だけ全部消すんで。ゲートがもう1番でしたね、だそうです。そう、若干ちょっと写真見せようか、じゃあみんなに。最初のちょっと写真を一部撮ったんで、ちょっと皆さんにじゃあお見せいたしますね、じゃあ。まあ、まずね、最初の家が、まあ、こんな感じだったんですよ。最初の家が、こんな感じだったんですよ。で、ここから、まあ、こうなったんですよ。はい。これ大体32分後に撮影したやつですね。19時32分。この人が一番最初ゲート作って、なんかやってた感じ。で、そっから、ここから、で、なんかこんな感じ、なんか頑張って、ちょっとレッドストーンのこのピストンを使って壊そうとしてて、ですけど、なかなかなんか壊せなかったらしいんですよ。まあそれはそうだって話だよね。で、次、1時間経過した後は、こんな感じ。もう30分ぐらいかな。確かこのヌコキャストさんって人が、ヌコキャットさんが来たのが、だいたい、まあ15分から30分ぐらいで来たんですよ。その後1時間経過したら、もうこのありさまでしたね。はい。僕ちょっと放送してたんで、放送終わった後、まあちょうど22時ぐらいですね。こうなってました。はい。で、上見ると、こうなってました。すごいね。で、まあ遠くからちょっと見るとね、こんな感じでした。おーって感じでしょ？っていう感じでした。すごい。ということで、ちなみに今になるまで見てなかったんで、なんかこんな感じになってるの全然知らなかったんですけど。あ、なんかでも岩盤また壊れてる、これ。あれ？動画撮ってるので、今のうちに壊してたら僕の負けになるんで、ちょっと頑張ってください。じゃあちょっと待って、じゃあ見に行くか。じゃあちょっとね、まだここのね、まあ上が本題なんだけど、なんか下もすごい荒れてたんですよね。まあ、まだ僕見てないんで知らないんですけど、まあ前なんかの動画で、モニアさんの動画で紹介したみたいになってますね。下がもう地形がね
ぶっ壊れてます。あ、ダイヤモンドあった。あーで、なんかこの時なんかウィザーがめっちゃ湧いてたんだよ。なんか、うん、なんか誰かが倒しちゃってるらしいんですけど、まあ、ウィザーがめちゃめちゃ湧いてて、ここ、いやー、なんかでもそこまででも荒れてないな。なんか、うん、前なんか鬼屋さん程度ぐらいではないね。全然1日でこれっていうのはまあ上出来な方なのかな、わかんないけど。ってことで今頑張ってくれてるんで、じゃあちょっと見てようか。いや、岩盤がちょっと消えてたるよ。ちょっとこれなんか動画撮ってる時にさ、完璧に消してくれたらちょっと、まあ、おもろい展開だよね。まあ、おもろい展開なんだけど、消してくれるかな。あとこれ5つぐらいしかないよ、これ。あ、でも待って、え、もう2つまで壊れてる。待って待って、早い。え、おいおいおい、まさか、まさかまさか、これ俺が動画撮ってる時に本当に終わるぞ、これ。頑張ってって送っとこう。ちょっと早く頑張って。あ、こんな感じで壊すんだ、これ。なんかすごい壊し方してんな。なんか岩盤ってこんな、あ、本当だ、壊れてる。あと3つ、頑張れ、あと3つ。お、1個壊れた。え、すごい。今みんな見た？今俺無言だったんだけどさ、今、え、すごい、あんな感じに壊すんだ、今、すごい。ってことはちょっとか、どうしよう。じゃあちょっと、まあ、カットらで、じゃあこれカットします。カット。お、待って、ラスト1個だ。お、すごい。あと1個頑張って、今見てるからな、最後。お、すごい。ってことで、でも本当に全部壊れてんのかな。あ、本当にないな、下まで。うん、下までないな。すげえ。ってことは本当に壊れるんだ、これ。すごいね、ちょっと。いや、すごいね。岩盤を壊すことができるってもうとんでもないよね。あー、すごいな。すごいね。岩盤をぶっ壊すことができるっていうのはすごいね。さあ、あとちょっとですね。あー、これ爆風で最後消してるんだ。すごいね。爆風でこのピストンのこの先の方を消してるんだね。ちなみにこれバニラでもできるかな、これ。あー、すごい。さあ、ってことで。で、これラスト決めて、ドヤ顔する？これ。お！ってことで壊れた全部。おお、すごい、すごーい。おお、書いとこう。おめでとう。おお、書いとこう。僕の負けです。いやー、すごーい。いや、すごいね。まあ、いろんな人が頑張ってくれてたんですけど、負けました、僕の。いや、すごーい。じゃあ、最後、多分綺麗にして終わるのかな。はい、ということで、まあ、多分半分ヌクキャットさん、多分頑張ってくれたと思うんですけど、はい、他の人もありがとうございました。まあ、こういうイベントはあんましないんで。まあ、なんかリクエストがあれば、みんなコメント欄に書いててください。ということで、皆さんよかったらチャンネル登録とかよろしくお願いします。ということで、じゃあ最後一緒に移ろう。ということで、皆さんよければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。じゃあね、みんな、バイバーイ。